はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、384日目ですね。はい、現在2020年、12月26日の、午前9時2分なんですけども、ホームランダービーライバルズあと2日と5時間ということですけども、一応これですね、はい、初回勝利数52人、これいきましたんでね、一番下の閲覧規約書、これ開封今回したいなと思います。はい、累計ホームランポイントはまだね、言ってませんので、これはまあまだあと2日と5時間ですかありますんで、まあコツコツやっていって、きっちり全部取っていきたいなと思ってます。はい、初日に5エナジー使っただけで、それでまあ一応あとは使ってませんのでね、まあ十分エナジー増やしながら、累計取れていってるかなという感じです。はい、あとプロスピトレジャーですね。プロスピトレジャーもあと2日と5時間なんですけども、現在までの進行状況は現在4週目ですね。4週目いきまして、あとまあ A ランク自チーム契約書、 S ランク確率 30% 契約書、20エナジーとありますんでね、これもきっちり取っていきたいなと思います。ここまで使ったエナジーね、まあ、こちら阪神10戦編もそうなんですけども、こちら12球団編も、特殊能力ちょっと上げたい選手いましたんで、15エナジー使ってます。はい、まあまだちょっ と試練回ろうかなと思ってますんで、もうちょっと使いながら、まあ結構特訓コーチとかね、コインとかも結構もらえるイベントですんでね、その辺ちょっと、走るほどではないですけども、ちょっとオーバーランしてやっていこうかなと思ってます。はい、こういう感じですね。はい、それでは、契約書の方行きたいなと思うんですけども、A ランク契約書2枚と A ランク自チーム契約書もありますんでね、これも開封したいなと思います。まずは A ランク契約書2枚、これいきたいなと思います。まあ、このアカウント12球団編ということで、12球団で選手を集めながら純正はソフトバンクを組んでるんですけども、限界突破できる選手ですね、来てほしいなと思います。それではいきます。 A ランク契約書2枚お願いします。限界突破できる選手来てくれ。さあ、オリックスの山本選手とか日本ハムの有原選手、巨人坂本選手あたり来てくれ。おお、早い。石川選手、これはいい。石川選手、これで極みになりますね。アニバーサリーの石川選手、リーグオーダー突4で入ってるんですけども、はい、これは嬉しい。これで極みになります。さあ、次も限界突破できる選手来てくれ。西選手は S ランクは持ってないんですけど、これで A ランク3枚目かな。はい、いや、これはいいですね。はい、強い選手ですんでね、 S ランクは持ってませんけどもいいかなと思います。はい、いや、いい感じですね。はい、それでは A ランク自チーム契約書1枚引きますんで、一応欲しい選手さっと確認しておきますね。欲しい選手は周東選手、石川選手、高橋玲選手、バレンティン選手ですね。あと栗原選手も欲しいですね。はい、この 1,2,3,4,5 名ですね、欲しいなと思います。それでは、A ランク自チーム契約書、石川選手、周東選手、高橋玲選手、バレンティ選手、栗原選手、お願いします。来い。さあ、ここのところちょっとね、 A ランク自身の契約書で今言うた5名全然来てくれませんので、来てほしいなと思います。さあ、誰、和田選手か。和田選手はね、S ランクを持ってなくて、A ランク結構あるんですよね、7枚8枚あると思います。はい、 S ランクは持ってませんね。よく来ますね、和田選手も。はい、残念ですね。まあまあいいです。はい、はい、それでは S ランク役者ですね、ホームランダービーライバルズ累計52人達成の報酬、これいきたいなと思います。まあ、先ほども言いましたけど、12球団で選手集めながら、純正ソフトバンク組んでますんでね、まあ、そのあたりのちょっと強い選手来てほしいなと思ってます。それではいきます。 S ランク役者お願いします。エノン来い。おお、いい演出。さあ、ちょっと強い選手か来てほしいですね。さあ、誰。おお、し、大山選手はいいですね。大山選手 A ランクね、2枚かな、2枚持ってたと思いますわ。いいですね。最近結構ね、この12球団編阪神も結構来るんですけども、大山選手来ましたね。はい、これは結構いいですね。
ちょっと能力見ますね。大山選手、阪神純正編でもまだ持ってないんですけども、阪神、はい、はい、結構ね、阪神勢来てますね。もう5人来てますからね。守備がサード B、 弾道高弾道、ミート70、パワー79、走力67ということでね、パワーもね、称号次第では A 乗りますんで、いや結構いいんじゃないですかね。守備も結構いいですしね、あの大山選手はね、はい、いやこれは良かったかなと思います。はい、阪神の大山選手でしたね。はい、今回こんな感じですね。まあホームランダービーライバルとも、あとまだポイントちょっと残ってますんでね、これそれもきっちり全部やっていって、終わらせたいなと思ってます。プロスピードレジャーの方も、もうちょっとね、試練の方回るんで、特訓コーチとかいっぱい増やして、また、リーグオーダーね強化していきたいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード12球団編でした。